こんにちは、ポニタイシーです。井口です。はい、今回は久しぶりのロマン部。待ってました。というわけでですね、今回のロマン部は、フェローチアンドマッシュブンジェックスです。イエイ。このデッキはね、すでに小林さんとの対戦で2回やったんですけれど、1回目はビーストゲーム GX を一切使わずに勝っちゃうパターン、フェローチマッシュブンでね。2回目は使えたんですけれど、まあ、サイドをね、4枚取りでした。今回は初めからもうサイド6枚、駅取りをね、そうだね、ガチデッキ相手に決めようという回です。はい。ポケモン GX じゃないポケモンに関しては一撃で決めることは難しいので、今回はピピ樋口にタグチーム GX プラスポケモン GX がね入ったデッキを持ってきてもらうと、はいはいはい、今日のロマン部のステップを説明していきます。まずはですね、相手がビーストゲーム GX で倒れるぐらいまで弱らせること、はいはい、一応ねビーストゲーム GX50 ダメージ出るんですけれど、今回はナランテスを置いたり、ビーストエネルギーを入れたり、おだれしまくれたりしてるので、もうちょっとダメージが出ます、まあ、そこも含めて倒せるかどうかってところまで減らせるかどうかがポイントです。2つ目、エネルギー8個つける。これは難しいね。今回はビーストリング型を採用してるので、うまくピピ樋口がこっちを攻撃してきて、残りサイドが3枚もしくは4枚になったタイミングでビーストリングいっぱい使って8個にする作戦を考えます。はい、はい、3つ目、相手がポケモン GX の場合ビーストブリンガーをつける。ビーストブリンガーをつけないと6枚取りができないと。フェローチアンドマッシュブン GX のね、6枚生き取りが決まるまで今日は帰れません。おい、帰るかな。頑張るぞ。じゃあ早速やってみましょう。バトルスタート。お願いします。お願いします。で1枚引きまして、借り切り出します。フェローチアンドマッシュブンカットディフ GX ワンダータッチを使います。ニーディを加えます。サイエネルギーをフェローチアンドマッシュブンジェクスにつけまして、はい、ニーディを使って6枚引きます。番を割ります。どうぞ。引きます。なるほど。じゃあここはポケギア 3.0 を使います、はい、とりあえずね、ピッピ樋口さんが、はい、どうぞ、ポケモン GX を出してくれないとね。ないお、これちょっとね、まずい展開ですね。ハイパーボールで、ポケコ GX とハイパーボールで出場します。はい、カップル GX。 なるほど。特製ワンダータッチを、じゃあ白な、はい、はい、持ってきます。はい、でエレキパワー使って、はい、神アイネギーつけて白打ちます。はい、なるほど。そう、ピカゼクを引けるはず。なるほどね。ネストボールを使う、ここはゼラウラを感じ出します。はい、アサルトサンダー、はい、40、1枚引きます。ここは強気にいこう。ビーストエネルギープリズムスターをつけ、なるほど。で、さらにこだわりハチマキをつけて、ウズマを使ってカプテテフ GX、マジです。はい、ジェットパンチ30の60の90だね。これ残り引きが80と、はい、で、ベンチに30ゼロ裏かな。はい、はい、引きます。はい、じゃあ、はい、ファイパーボールで雷エネルギーとピカチュアンドゼクロム GX をトラッシュします。はい、持ってくるのはポケコリズムスター。なるほど。はい、雷エネルギーをつけて観光客使います。マリア、はい、逃げます。はい、陣内ゾーンで逃げられる。はい、でアサルトサンダー使います。80ですね。でタイマーボールを入ります。ここに投げます。お、裏表、はい、ナランティスを加えます。はい、進化します。はい、草エネルギーをフェロッチマッシュブにつけまして、ニーディー2枚引きます。はい、ジェットパンチで前に30、60、80、カプリルフィクスに30、120だね。はい、じゃあ剣だぞ。引きます。はい、電磁レーダー使います。ほう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 。で、雷エネルギー2枚トラッシュします。で、うん、電ネ GX と、うん、まあ、ピカチュア&ゼクロム GX かな、うん、はい、持ってきます。ピカチュア&ゼクロム GX に雷エネルギーつけます。はい、エレキパワー使
使います。で、デデチェンジ X、はい、特製デデチェンジ使います、はい、で、プラトラッシュして6枚引く、はい、きたきた。で、サンダーマウンテンプリズムスター、ほう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 、はい、出して、はい、ここで、カプコケコープリズムスターの特製先人の舞使います、はい、ここを、うん、じゃあピカチュウアンドゼクロンと、うん、じゃあゼラを勝ちです。はい、はい、で、逃げて逃げね、あ、そう、逃げられるね、ゼラをね、はい、やばいやばいやばい、逃げて、うん、で、ピカチュウアンドゼクロン GX 出て、はい、フルドライブ150プラス30、180ダメージで気絶です。やばいね、はい、やばいね、これで、効果で3枚、はいこれめちゃくちゃやばいね、これ3枚ね、3枚、はい、はい、これは超やばいねエローチェマッシュを壁にするしかないんだ、もうジクサドで倒されちゃうから。1枚引きます。これはやばいぞ。ミーストリングをかける2、持ってた2、3、4枚、5、はい、いや、次のフルドライブもしくはタックボルトを耐えるっていう前提。そうよ、手札からエネルギーつけます、カウンターキャッチャーでカプリデフ GX 増やします。おお、はい、スキルタンカー使ってフェローチ&マッシュル GX をベンチに出しまして、白だ。これで必要なパーツとしてはビーストブリンガーとビーストリング、はい、引ければ引ければ勝ち、勝ち意外といける可能性あるかもしれないけど、どうなんだろうな。6枚か、白で6枚か、はい、きついな。よし、はい、1、2、3、4、5、6、先ほど1枚ずつロマの時来るか。はい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 、アラギコジックス、おー来た不思議な導き、ビーストリング、ビーストブリンガー、おー来た、ビーストブリンガーつけてビーストリング使います。1枚2枚、すげえ、まさかのこれ一発成功やね、これ、まさかの1、2、3、4、5、6、7、8だよね。ということはで、50プラスランティス70ダメージで倒すでしょ、はい、はい、でビーストブリンガーの効果でジグの残りサイドが6枚の時に、ウルトラビーストの差ダメージで倒せば、ポケモン GXEX が倒せばサイドを1枚多く取る。ビーストゲーム GX の効果で3枚多く取れるから、まず2枚のビーストブリンガーのビーストゲーム GX で6枚デッキ取り。すげえ、すげえ、決まった。はい、というわけで、はい、なんかロマンブらしからぬガチデッキにガチで決めてガチで勝つっていう感じでしたね。またロマンがありそうなね、何かがあったらね、ロマンブ不定期にやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。今回は以上です。また次回、バイバイ。